おはようございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。始まりましたね。そうですね。今日は一体どこへ向かっているのでしょうか。毎年恒例のあのお寺ですね。それでは向かっていきましょう。行きましょう。おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年も大阪もちろん何卒よろしくお願いいたします。急に言いますよ。無理やって。そんな何卒って。右肩はとりあえず投げれないですけど、バッティング一本で頑張ります。年末年始皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。年末太り正月太りあると思いますが、もう一回気引き締めて今年も皆さん1年間頑張っていきましょう。そしてもちろん応援もよろしくお願いします。それでは彼岸に行きましょう。あ、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。去年、ヒルくんに買ってもらったお守り持ってきた。うお、厄年終わった。厄年終わった。厄年終わり。このおかげで去年は厄年やって、まあ、鼻骨折とかもあったけど、多分これ高井くんに厄年のお守りを買ってもらったから、鼻骨折で済んだと言っても過言ではないと。あの当時ね、病院の先生にはもうちょっとずれてたら、完全に目見えてない、目見えへんくなってましたよっていうのを今更ですけど、っていうぐらいのあのダメージやったんで。マジ？なんか言い訳にしたくなかったからあんまりあれやったけど、まあ、それぐらいちょっとヤバかったということで、こいつのおかげでね、まあ、鼻骨折で済んで一節も出れたし、まあ、よかったかなと。おー、ちょっとは効果あったか。ちょっとはあった。あんま神様とか信じるタイプじゃないけど、これを機にね、ちょっと神様も力来年も借りてやっていこうかなと。仕事もソフトも頑張っていこうかなと思いますね。おはようございます。あーす。大広島。知らんしゅうか。おはようございます。2024年は開幕から出れそうですか。いや、ちょっと厳しそうです。なんでメンタル的に。どういうこと。ちょっとひげ生やしてる。疲れてんね、こっちは。なんでですか。全然そうそう、まあ、遠いところまで頑張ります。ありがとうございます。励ましてございます。モダイカルです。モダイキ、おはよう。もう吹っ切れてない。とりあえず勝ちやす。お願いします。おはようです。中京コンビ。高橋もどうです。今年もよろしくお願いします。結婚おめでとう。ああ、見てくれましたか。コピペ報告。気持ちのこもったあの文章パクリやがって。気づけ一日で出しましたよ。あ、座りたいよ、思いっきり。要は1週間ぐらい3キロとかよ。スゾウくんのダイエット企画の進捗報告でした。今これはもっとあの動画にアンチコメントがつくと思ったの。これは無謀ですよ。もうちょっと現実的になるとかって思ったら可能性がとかって書いてた。うちに振っちゃってる。誰密着しようか。予定は健康さんやったんです。それがちょっと延期になったんです。来年にしようね。去年と違って髪型ストレートスタイル。おお、ええー、ね、ほんと頭振るやん。どうやらいことか。めっちゃ気持ち悪い。ほんまに気持ち悪い。知らんの。
おー今時のセンター開けいいね勝てるすごいこのミニオラボット発掘あるでしょ大学卒業までお世話になった居酒屋なんですよ。なにわロバと八角。大ちゃんの元バイト先。そう、俺のバイト先ですか、うん。元馬先。当時お世話になった店長がね、先週か先々週ぐらいかな、お子さんが第一子が生まれて、店長おめでとうございます。うん、ぜひね、なにわロバと八角ちょっと行ってみてください。美味しいから。何お願いしたんですか。今年1年チームがいっぱい勝てますようにってお願いしました。ピーなんか言われへんえ勝利以外のことをお願いしたら明けましておめでとうございます。今年は我々厄年なので。あれそうなんですか、厄落としでしたっけ、なんかしたんですか。まだしてないです。迷惑かけないように我々の厄のせいで負けるわけにはいかない。落としてきましたね。おとなしく。ちゃんと払いに行くんじゃないですか。どうしよう、怪我人だらけだな。あ、岡山さんが触った選手が怪我していくみたいな。めちゃくちゃ怖い。もう手当てんとこ。髪も短いですね、なんか。ちゃんとしよう。もう、調子乗らんとこも。厄年で、大凶引っ張れた。え？年始一発目、大凶でした。厄かける大凶。するとこないんで、うん、大凶はやばい。岡山さん引いたんですか。はい、大吉。頑張りましょう。お願いします。あくまで客観的に自分を見つめ対象との関係を考えよう。感情に流されてはいけない。めっちゃ説教されてる。これは冷静だから話すの。全て B には間違いない。流されへん。今だとどっかにお前の後押ししとるよ。これすごいこと書いてるわ。詩を使って今すぐ。来週は池田でソフトボール教室やるんで、まあ来れると来てください。大ちゃんが全部教えます。え？頼もう。そもそもバスケが好きなんだ。小学校のうちにライズとかライズ打ちとか教えとくか。うん、なんでこんな顔するかね。ちゃうちゃう。怒られてるね。じゃあケニさん写していいですか。ちょっと今年の目標は去年を上回るよね。はい、以上ですか。以上。お願いします。今年も。今年もよろしくお願いします。はい。今からカツラ食べるから。去年同様。あ、やめた方がいいかな。今年もみんなで頑張りましょう。お願いします。